オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。えへへ、面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、巫女の旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱり巫女なのか。うん、そうだよ。カリナは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。へえ、月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。え、それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだってずっとずっと大昔、うわ、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣、あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物、そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人巫女、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。その精霊たちがざわめいた。え？精霊が？ヒナ、大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に、海に何かいた。波もざわめき立ってきたぞ。
お二人さ、さっきの戦いっぷりすごかったぜ。前にも言った通り、バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。
しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でもいつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくはわからなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理に分かろうとしなくてもいいんじゃねえの。不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあいよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。分かってるよ。だってバルは魂の守り人だもん。それだけじゃないんだけどさ、今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中に溢れている。